俺は刑事事件にしたいんだけどな。まあ、うん、分かりますね。もう威力業務妨害とか確定してるけど、警察がその辺はやっぱり民事と間違えてるから、うん、あれやけど、俺は刑事事件にしたいからな、うん、そうせな話なれへん。いや、もうすいませんけど、くれぐれもこのままにしといてください。もうもうええの、もうええの。今日は帰らせてもらいますけど、今はな、はい、ああ、ちょっとまあ向こう行こうか。ちょっと待ってな。上りより危ないもん発見して。ほら。あ、この植物。上り怪我せえへんけど、これ怪我するよな。ああ。ほら、ほら、ほら、ほら。出てるよな、これ。俺これ発見してやか。いや、これ発見して。いや、まあどうでしょうね。確かに、ね、これ痛いよ。まあ、背の高い木とかでね、確かに危ない話もようありますんでね。俺の登りは、うん、な、誰も怪我したことないんだけど、これ絶対あるよ。うん、このよう探したやろ。うん、別にええけどな。ええけどな。まあ一つの話題やで。まだ言うかって。ほらほら、な、うん、あの前とか見て、登りだらけやで。そうやろ。また帰ったら出すで。じゃあ帰ってから出すわな。はい、すみません。じゃあ、よろしくお願いします。またなんか通報またね出たら、ちょっと出て、それでまた言わなあかんなって状況になったら、また来ることになります。来てくれたらまた引き続き。俺何回も来てくれた方がいいな。正直それはそうならんようにしてほしい。俺は営業妨害されてるっていう事実をたくさん残しときたいから、はい、うん、もうあらゆるな。まあね、まあ、ほんま向こう、まあ、営業妨害されてるということに対して、なんかね、言うてもらうなら、まあ、いいんですよ、正月目なんで全然構わないですけど、ただ、その、違反やっていう状況やったら、やっぱそれは、あえて、特に確信犯でやってるって言ったら、それって、してプラスになるようにならんと思うんですよ、僕は。でも、その、監視してることによって起きるな、うん、はい、現象は、うん、それはそれ、ね、証拠になるやんか。だから、記録だけ絶対に残して、はい、で、連絡してみたことある？連絡先を取った、相手に。ああ、要望者の話ですか。ああ、要望者とは何度も喋ってます、ね。ああ、ほんなら、OK。それ、警察はこの間かけたけども、一、はい、回かけたことあんねんな。はい、ほんなら、出えへん言って、あ、わざと出えへんから、もうそれを明確にしといてくれたら、俺はもうそれで、今日の成果は OK。だから、相手が分かってるわけやから、今まで匿名の、な、誰か分かれへん。なんや言うて、もう訳のわからんことばっかり言うてるやんか。ほんで隣に入っていくねんからな、事情聴取しに。俺その動画撮ったら何回も撮ってるやんか。そうね、匿名やのにこんなん俺撮ってええんから、 YouTube 出したろうか、サムネイルしたろうかとかな。それこそ証拠はあったかもしれませんけどね。な、だからそれだけで俺はその言える、うん、な状況におれるっていうことやから、それがまた連絡取れへんとか、うん、その違う電話番号言うてるとかやったら俺も困るからな。ええよ、今日はありがとう。またこの足で出しとくわ。困ります。帰ったら出しとくわ。やめてください、それは。でもやりそうな、まあ、やりそうな顔してるやろ。やめてください。まあなったらまた来ますので、よろしくお願いします。来てくれた方が俺は助かる。いやもう勘弁してください、ほんまに。だから言うてる初めに、だから自分が言われへん、な、いやいや言われへんために俺に言うに来とったらあかんよ言うて、だから団体行動できへんかったら無人島に行った方がいいんちゃいますかって電話で言うたったら、これも何度も言いましたけど、でも俺やったら自分の首をかけて言うで。そんな通報者やったら、単に通報を受けただけだったら来ないんですよ。でも通報して、ああなんか、きっちりした目で見たら、やっぱ厳格に行けば、まあ、セーフとは言われへんわ、アウトっていう扱いになるわなっていうことやから、来させてもらうことになるんでね。帰るわ、もっと、はい。もっと柔らかい 物質とかに、はい。そうですね。帰るわ。はい、そういう工夫するわ。せえへんで。そのまま出すから。はい、まあ、そういうことですんで、うん、はい。ありがとう、今日はね。引き続き。まあ、だから、その記録だけちゃんと置いといて。はい、もう、それだけが、まあ、俺の今日の目的やから。はい、私のそれだけ聞きたかったよ。前聞かれへんかったから。ああ、うん、もうそれがもう明確やったら、もう全然大丈夫。まあ、出しませんが。うん。ほんなら、ありがとう、はい。よろしくお願いします。動画、協力ありがとうございました。ありがとうございました。協力ありがとうございました。
今回はね、建設局の、まあ、この上りね、違反やいうね、まあ、帰ったらね、元に戻しました。ゴミはね、もう数ヶ月前から、この空き缶ね、よう見たらね、もう3ヶ月以上多分あると思います。これからもね、もう異常になってきたので、さらに来ると思います。またね、動画バンバン出していきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。